はい、君の会です。よろしくお願いします。ですね、皆さんはあの少年法っていうのはどう思ってますかね。少年法、なんか僕はちょっと少年法をちょっと疑問に感じてるんですね。おかしいなって、よく少年法、犯罪、凶悪犯罪を犯してもね、まあ実名報道はされないし、顔見出しても出てこないし、おかしいなって思いませんかね。凶悪犯罪、人殺しとかね、凶悪犯罪に関してね、成人も未成年もね、関係ないと思うんですよ。だからね、このちょっと成人、少年法見直した方がいいんじゃないかなと思うんですよ。それでね、今年ね、まあ最近ってことでもないよ、今年の、まあ、3月あたりに起こった事件なんですけどね、朝日大学野球部ホームレス襲撃殺人事件というのがあるんですね。でこれはどういう事件かっていうとね、岐阜県にある朝日大学の野球部がね、まあ、河原にいるホームレスをね、野球部だからね、石からなんか石とか投げてね、まあ、最終的にはね、殴る蹴るしてね、まあ、殺したんですね。それでこれはね、まあ、いきなりやったんじゃなくてね、前々からやってるらしいんですよ。そのホームレスのね、老人が飼ってるね、まあ、飼ってるってちょっとおかしいかな、ホームレスは。まあ、餌やってる猫がいたんですね。その猫にね、まあ、浅井大学のね、野球部の連中はね、まあ、石を投げて、まあ、虐待したんですよね、こう。で、そのホームレスのね、確か渡辺って人だと思ったんだけどね、その渡辺さんっていう老人がね、まあ、ついたんですね、その石を投げてるから猫に。まあ、それで、まあ、今度ターゲットは、まあ、このホームレスのね、老人の渡辺さんにね、まあ、変わったんですね。それで、まあ、ブルーテンプっていう、ブルース、ホームレスのシーガで、ブルーシートハウスっていうですね、ああいうところに、まあ、今度ね、石を投げ始めたんですね、投石。まあ、それはね、野球部だからね、まあ、大変なんですよ、石を投げたら。でね、まあ、それでね、まあ、もう何回もやられてね、まあ、困ったもんでね、それ、ホームレスね、方がね、まあ、警察に4回ぐらい相談したんですね。まあ、一応、まあ、パトロール強化しますよぐらいの、まあ、言ったんですけどね、まあ、そんな、まあ、対策取ってくれなかったんですね。それでね、まあ、一番最後の3月25日に、まあ、襲われたのが、まあ、最後でね、まあ、それで一番その時はひどくてね、まあ、ホームレスもね、ブルーシー、テントっていうのは、シートから、まあ、石投げられたもんで、まあ、逃げ出してですけど、それ、野球部の朝日大学の野球部の連中が、まあ、追いかけてね、まあ、石を投げたんですよ。で、まあ、それ、まあ、最後に、まあ、当然、81歳の老人だからね、まあ、追いついちゃうわけですよ、まあ、相手は10代だから。でね、最後はね、殴る蹴るのね、暴行されて、まあ、亡くなったんですよ。それで、まあ、それで、まあ、亡くなって、それ終わりですよ、その老人は。でね、まあ、こういう事件があれば分かる通りね、まあ、少年法なんてね、あったらいけないと思うんですよ。もう厳罰してほしいんですよ、まあ。ね、未成年、成人未成年にかかわらず、ね、人で、ホームレスね、ね、殺すような人間はね、何の抵抗もしない。だからね、私はね、少年法は ダメだなんていうのね、少年法を撤廃しろと主張します。以上になります。ありがとうございました。